いざお題出てからはもう敵に見えました。全員が金髪先生役がやりたいという人いないか、いないか、じゃあ、金髪先生のリメイクをするのは賛成だという人手を挙げなさい。マナカナでマナが姉だと思う人手を挙げて。ちょっとわからないなこれじゃ。茶色。昨日特ダネノンストップバイキング1頭全部見たという人。今回はさらにセットが豪華になって、うん、で、なんていうんですか、こういろんな、エキストラの方とかしっかりこう入って、うん、振りがすごくちゃんとできている中での、いろいろ問題というか、回答だったので、うん、なんかより面白く感じましたね。より、まあ、皆さんも面白かった、舞台が面白かったのもそうなんですけど、なんか前回より豪華で楽しかったですね。スバルくんですよね。スバルくんのやっぱ演技力、うん、やっぱもう本当にスバルくんはもう次回やるのもこの番組の象徴的な存在でいいんじゃないかなっていうぐらい、もうスバルくんのってタイトルつけてもいいぐらいかもしれないですね。ここです。当たり前にスバルくんのって言っちゃうとその出演者の中の一人だと思っちゃう。そうですね。もしかしたらスバルっていう子が出たのか。あくまそれはお題に出てくるあの少年なんですけど。そうそう。まだ芸人さんの力プラスなんかね、このなんかこうまた違う演者さんの大喜利のまた誰か違う人に言わせるみたいなね、なんか新しいちょっと大喜利の形も見えたんじゃないかなって。非常に楽しかったです。ご自身ちょっとやりきった感じですか？やりきってないです。もっと出たかったです。はい、恥ずかしいですけど、今日朝散髪もしてきてます。恥ずかしい。張り切って、この張り切りはちょっと恥ずかしいですよ。早め脱落、朝髪切り、ちょっとね、もう一回チャンスいただきたいですね。ちょっと本当にこれでちょっと大阪帰るの恥ずかしいなっていう感じで、はい、次があったら確実に出たいですね。僕が学生時代だったら絶対に見てたい番組なんですよ。
ガチガチの大喜利番組っていう感じではなく、やっぱちょっとこう楽しくっていう感じだったので、楽しく大喜利ができたのと、あとアイドルさんお二人がめちゃ強だったので、やっぱりちょっと芸人として頑張らねばという、はい、ちょっとこれから頑張っていこうかなと思いました。でも春日がもうちょっとスコーンと言ってほしいですけど、いかないですね、なかなかスコーンと滑らないですね。それは番組サイドとしてもこう計算外だと思うんですけど。アイドル2人も活躍してましたが、その活躍どう見てました？いや、恐ろしいぐらい面白かったですけどね。やばいでしょ。その先に負けたんじゃなくてよかったなっていう感じです。吉住さんとは最後にこうサドンデスになったのはすごいなんか印象的でした。大喜利とかこういったなんかネタ出しについてのこう自身が成長したなって思うところ結構ありますか？昔のちょっと流行った人の名前をたくさん言えるようになったところで。まさかでもあの決勝の3人まで残ると思ってなかったんで焦りましたけど、終わってホッとしてます。子役の子が天才だと思いました。本当に素晴らしい表現者だと思います。あの子を育てたいです。はい、もうまあ芸人さんはね、みんなこうね、ネタとか知ってますから、これぐらいの力あるっていうのは分かってて意外ではなかったですけど、やっぱり渋谷くんとね、宮田ちゃんがね、やるなっていうね、普通にその答えで、笑っちゃいましたもんね。ね、そのガヤとかじゃなくて面白いなと思って、あら伸びるね、いろいろ教えてあげたいなと思わせるぐらい、笑いのベース、答えのそのフォーマットみたいなのをいっぱい作って自分の頭の中に、それで今回臨んだんですね。でその結果が、ああいう形、まあ、ちょっとこう実らなかったですけども今回は、まあコメディがありますからね、笑いってね、僕が面白いと思ってるものをあの3人がたまたま面白いと思わなかっただけで、見てる皆さんに決めてほしいですですからね、じゃ手応えは？手応えはないですね、チャンス落ちてるんでね。で手応えあっちゃったらわけがないじゃないですか。手応えはないんですよ、でも全部出したなっていう感じがあります。普段はなんていうか答える側というかのことが多かったんで、その芸人さんたちが答えてるのをもう間近で見てるっていうことがない経験だったんで、自分もこっち行ってやりたいなって思いました。邪魔をしてはいけないなっていうのばかりで、それで頭いっぱいだったんで、ですごく面白いのにそれもすごい爆笑しちゃいそうになったんですけど、それも我慢してて、すごい本当に体に悪かったですね。すごい口滑らせましたが、とても出たいとは言えないです。すいません。いやちょっともうクタクタです。もうはっきり言ってもうこんなに頭使ったのはもう今年初っすね。もうこんハイカロリースーパーお笑い番組でしたね。これをまあでも最後脱出できたのは本当に嬉しいです。もう誰か俺のウィキペディアに書いてほしいです。本当のお笑い番組よりはちょっとだけこうみんな一緒に脱出したいっていう空気あるんだけど、いざお題出てからはもう敵に見えました、全員が。そのぐらいタフな戦いで、もう何回もあ終わった、これ突破できないわっていう瞬間が何回もあったんで、まあそういう人が最終的に突破できたのが、まあこの番組の面白いところかなと思います。